1915年のパレスチナ郊外は、パレスチナで1915年3月から10月の間に発生した郊外。バッタの大群により、パレスチナ内外の植物が食べ尽くされ、エルサレム住民らに食料危機が訪れた。郊外の影響で食料をはじめとする物価が上がり、1915年4月25日のニューヨークタイムズは、この地域では小麦1袋が15米ドル。 ジャガイモは平時の6倍となり、砂糖と石油は入手できない。そのため貨幣の流通も止まっていると報じている。当時オスマン帝国で、シリアラビア軍最高司令官を務めていたジェマールパシャは国として取り組むことを決定し、担当者を選んで対策を命じた。対策担当者となったミトハトベイ・フラシェリは、市に住む15歳から60歳の男性に対し、 一人2 0ラムのバッタの卵を集めるよう命じ、従わない者には4.4ポンドの罰金を課す法律を制定させた。ニューヨークタイムズはこの方がかなり厳格に実施されたと報じている。1915年11月21日までに罰金を支払った者は800人に上った。一方で民衆はバッタの群れを神が与えた罰と考え、 祈祷や祈願で流行が終わるという人も現れた。群れが大きくなる様を目撃したユダヤ教のラビエエムランツは宗教、法廷では翌日に食材の儀式を行うことを決定し、1日中銀賞祈、祈祷、祈願のいずれかを行うことになった。その数日後、バッタの群れは去っていったと伝えている。ありがとうございます。